京料理の森山チャンネル。今回もあまりものスペシャルで作るのですが、ひとまずこれは前回出したかな、まあひとまずタイで取ったお出汁で、こっちがポトフの余り、まあ、だから鶏のもも肉、じゃがいも、って感じですけど、まあそこに、まあもうこの周りは鶏のお出汁で、ここはほうれん草ですけど、これサラダほうれん草なんで、まあこれもサラダだし、ここにある赤い大根もサラダなんで、これは最後に加えると。でそれをニンニクのみじん切りと輪切り唐辛子で香り出しをして作る魚介と鶏出汁のスープパスタを作ります。パスタです。パスタは今回は、はい、ディチェコ、これからこれを作っていきます。はい、ここでですね、ひとまずこのこれ、まあ、もう包丁つかなくてもこれでピュッて取れるんですけど、もう取って取れました。まあ、これをひとまず、あ、ここにまだ軟骨が、はい、でん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 と、まあこんな感じで、ここにも軟骨ちょっとありますけど、これにじゃがです。もうじゃがもでんでん、うん、もう大雑把に切ってきます。こんな感じでして、ここにまだね、これで、まあ、素手で、あれな、もう今の時期にちょっと素手で申し訳ないんですけど、玉ねぎがこんだけ、玉ねぎが入ってるんですよ。これももうバン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 と、まだあるかな、まあいいや、もうこのあたりになったらいいです。して、あとこれオクラももうとりあえずバン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 と、まあこんな感じでこれから全部合わせて作っていきます。ではここでパスタソースを作っていきます。今コンロ点火、まあこっちは申し訳ないですけど、この奥にパスタを茹でるお湯がある関係上、この環境的に火力は弱い方ではありますが、オリーブオイル大さじ1ですね。大さじ1に、はい、ニンニク、粗みじん、はい、今香りが出るまでですね、ちょっとお時間かかりますよ。お時間がかかってしまいます。ああ、来ましたね。徐々に来ました。はい、徐々に香りが出てきたんで、今、火力は全開ですけど、徐々に来たんで、ちょっと中火に落とします。はい、香りが出てきました。香りが出てきたらですね、はい、輪切り唐辛子点。はい、これでまたさらに香りを引き出します。まあ、いつもだとこの後玉ねぎ入れたりなんだりするんですが、もう今日のお出汁に関してはもういっぱいそういう旨味が出てるんで、まあ余りもんでもありますしね。ひとまずここで一気に何にしようかな、一気にひとまずコク出汁で白ワインジュワー、僕らしい白ワインを入れました。跳ねます。まあこれはちょっとね、もうあんまり肯定的に、なんて言うんですかね、カットするほどでもないんでね、ノーカットでお送りします。まあワインでね、この旨味を、このこう なんていうか、ワインの酸味とかそういう旨味もそうだし、このニンニク唐辛子の旨味もここで凝縮させてですね、まあ量は大して入れてないんで、でここで火力は全開にします。はい、火力全開しました。でここで白ワインの水分が
飛んだところでですね、この先ほどのポトフの残りのブイヨン、これも周りに残ってるのももったいないので水でコソメ落として出します。はい、ちなみにあの鶏もも肉のあの端切れとかも残ったままですから。はい、でここでですね、一瞬迷うんですけど、このタイのお出汁、これ全部入れると多いかなと思うんで、とりあえずこれ1杯60なんですよ。1、2と。とりあえず 120cc 入れてみました。あ、ね、量的には多分こんな空気感でいいと思います。まあ、この後は、ですね、これが沸いたら沸かなくてもいいのかな、もう。これを入れちゃいます。で、先ほど切った、このポトフの具ですね。これを全部、ピットイン。はい、ピットインしました。まあ、これで、とりあえず、今回の魚介と鶏肉の出汁のスープは完成です。はい、では、パスタをこれから投入していきます。まあ、約7分ボイル。それで、後で、ここに投入していきます。ではそろそろパスタが茹で上がるので、添加しまーす。そして、パスタが茹で上がりました。もう、こさないパターン、だんだんご理解いただいておりますけど、量が少ないんで、こさないパターンです。はい。はい、と。よっ。よっと、うん。まあ、今回はね、風数パスタですから、ゆで汁いるのかな？どうなんだ？まあ、とりあえず味見してみます。うん。鶏と魚が融合だけど、ちょっとあっさりなんで、塩、1、2、3、4、5と。とりあえず5振りプラス、やっぱり、茹で汁一杯で、これで軽く煮込んで、まあもう他の具はですね、もともと火が入ってるんでね。ですけど、ここでちょっと味見よう。うん。ああ、効いてますね。じゃあそこで、まあ今、強火から弱火にして、赤い大根、ピュッ。まあこれも別にそのまま生で食えるんでいいんですけど、まあ煮るというよりも、さっと温めるみたいな。で、そこにですね、まあ、表面に、バター、15グラムで火を消します。そして、パルメザンチーズ。ほんと。うん、出がよろしくないですね。うん、うん。そして混ぜ合わせたところで、エキストラバージン。ピューっと、一周ぐらい。はい、これでこの後盛り付けていきます。忘れてました。盛り付ける前にサラダほうれん草をピュッ。まあサラダほうれん草はもうそのままで食べられるんで、もうこれで十分でございます。はい、でこの後こそ盛り付けていきまーす。盛り付けていきまーす。まあこんな感じですね。これをよいしょ。よし。ドワッと。ジュワッと。まあ、量としてはですね、
いつものごとく2人前ならば、まあコースだったら完全に2人前あると思いますけど、とりあえず、まあこんな感じで。そして、こんだけ残ってる中からプースをちょろ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 プースーみたいな、プースー、これでプースー感が出てると思います。プースーね、プースー感どうなんでしょう。なかなかね、絵的にどうなのかはちょっとこうとかなんかこうどうでしょう、絵的にわかんないですけど、絵的にはこんな感じですか。ね。そして、また、残ってるんで、生のパセリが。生のパセリをパラ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 ーと。栗の、パルメザンチーズ。ほほほほほ。なかなか出ないんですよ。なんでだろう。なんでだろう。なんでだろう。なんですけど。叩いても結構入ってるんですけどね。うん、まあこれにエキストラバージン、ふわーっと、はい、これでタイと鶏の出汁の余り物パスタの完成です。おっさんの試食シリーズ、今回は動画で撮ったかどうかの記憶はないですか。とりあえず、タイで撮ったお出汁。それと、ポトフの鶏のお出汁。これを合わせて作った俺の、ダブルスープパスタって、いう感じです。まあ、麺はね、伸びますので、早めにいただきます。いただきます。まあ内容的には、なんて言うんですか。鶏ももじゃがいも、まああと残ってたサラダほうれん草に紅くるりっていう大根とか、そういうのを具に使っています。いただきます。うん。ああ。うまいです。うん。あ、うま。いや、やっぱ出汁がですね、しっかり取ってあるんで、しかも両方のこの鶏のお出汁、鯛の出汁がガチャンみたいな。うまいですね。まあこれを気軽に作ろうと思うと結構手間になると思うんですよね。スーパーとかだとタイのアラを買ってきてそれで出汁を取る。で、仮にポトフを作んなくてもチキンのアラなのかガラなのか、まあ一番簡単に取りやすいのは手羽元とか手羽中とか、それでまず両方の出汁を取らないといけないですよね。ってなると結構手間なんで、まあ大変だと思いますけど、あと詳細の分量とかまでは出せてませんけど、もしも、お試したいっていう気持ちが起これば、トライしてみてください。それでは。